あのね、夏休みはね、特権だよ、学生の。本当に。もうね、一生僕には夏休みは来ない。こんなこと言ったら、まあ、いや、お前、マフマフなんて毎日休みだろって思うかもしんないけど、言うて、本当に、何でもしていいよ、休んでいいよ、みたいな夏休みは、やっぱ一生来ないよ、マフマフにはもう。マフマフにはっていうか、学校終わると来ないよ、本当に。だから、もうすごく自分のやりたいことをやった方がいいと思う。マジでね、羨ましいよ、本当に。いいなぁ、特にやることもなくさ、お昼ぐらいまで寝て、起きて自分で氷削ってかき氷作って食べて、夕方ぐらいに友達と待ち合わせしてご飯食べ行って、お祭り行って、帰ってきて友達とゲームするとか最高じゃない？もうそんな夏は訪れない。僕は、猫に叩き起こされて、まあね 猫、でも猫最近夏だからさ、猫部屋で寝かせておくとさ、もしさ、猫部屋の温度が上がっちゃったりしたらさ、体調崩しちゃうかもしれないからさ、開けとくことが多くなったの、最近。だからさ、猫が容赦なく起こしてくるんだよ。で、まあ、いろ、あ、いや、あの、いろはと、ポテトが、起こしてくるんだけど、ある程度部屋の温度を、調整してね。そうすると、あれは眠気眼をこすり、猫に起こされ、あーってご飯くれーって言うから、そのご飯を出して、ご飯だよーってやって、で、あー眠いなーって思いながら、まず起きて、ギター取ったりして、いつも食べてる唐揚げ弁当、週5で食べてるんですけど、唐揚げ弁当を。もうそれしか食べてないんですけど、むしろ。週5、6ぐらいで食べてる唐揚げ弁当を注文して、急いで食べて、で、そこでギター取ったり、編曲したりして、で、18時になって、ツイートして、で、唐揚げ弁当今日食べちゃったから、今日晩ご飯は軽めにしようって言ってご飯炊いて、食べて、作業して、24時から歌の録音して、終わり。それを永久に繰り返してる。意味もなく。でもね、思うんだけどさ、最近やっぱ思うんだけどさ、もうなんかその、みんなから見たらさ、音楽をやってる人とかさ、なんか動画投稿してる人ってなんかちょっとかっこよく見えるかもしれない。ちょっとすごくかっこよく見えるかもしれないんだけど、知れないんだけど、圧倒的にやっぱり人間的に問題があるんですよ。やっぱり。まあわかんない。みんなはどうかわかんないけど、僕は少なくともマフマフは人間的に問題があるんですよ、圧倒的に。一生ね、一生この生活をやめれないと思う。このままでは本当に生き遅れる。確実に生き遅れて、猫にご飯をあげ、唐揚げを食べ、曲を作るっていうローテーションから抜け出せず、終わる。一回客観的に考えてほしい。マフマフ、ここにいる、男子の人、女子の人、一回客観的に見てほしい。マフマフと友達になりたいかってとこと、男子はマフマフと友達になれるか。こんなマフマフと友達になれるかどうかってちょっと冷静に考えてみてほしい。冷静に。頭おかしいよ。結構マフマフ。本当に頭がおかしいよ。頭がおかしいやつで。突然まず食生活とかはまず圧倒的におかしいし、友達と接してて、コミュ障ですよ、コミュ障。笑いのネタを振ったにもかかわらず、それをそうスルーして、それに気づかないみたいなタイプですよ。コミュ障。笑いセンスがない。やばいよ、本当に。隣にいてすごくしんどいみたいな気持ちになるよ。女子もそう。女子もそう。女性もそう。じゃあさ、起きて唐揚げ食べて、猫の世話して、ご飯食べて、曲作って寝るだけの生活をしてる人がさ、仮にさ、生活しとさ、付き合えるかって考えてみて。
頭おかしくない？お前本当にそれでいいのかってなんない？それしかしないんだよ。永久にそれとなんかお風呂に入ること以外何もしない人間。このままだとそれしかしないから、こうなんかこう、なんか、お前ちょっとどっか出かけようぜとか言わないと一生多分出かけないであるような人間だよ。やばいよ。ちょっと冷静に考えてほしい。これはね、このままだとね、社会不適合者のまま生き遅れていくことが間違いない。こう夏に入ってなおのこと思った。なんかさ、夏ってさ、プールとか海とかさ、お祭りとかそういうイベントいっぱいあるじゃん。もう本当にこれ大丈夫なのかなって。映画を見に行くでも、何をするでも、さっきもさ、お祭りに行くとか言った時にさ、一人でお祭りに行こうと思うんですよねって、もう最初から一人前提で話をしてたけどさ、なんか本当になんか、これでいいのかなって、最近思ってます。なんか、とりあえず夏休みを今満喫してる人は、今一度人生のことを見直してほしい。なんかこう、もしかしたらこのタイミングで、なんかこの、生涯の友達とか、生涯の恋人とかできるかもしれないじゃん、夏って。なんかこういうマフマフみたいな生活をしてちゃダメだと。ちょっとなんか、勇気をね、出して。なんか、ほんとね、羨ましがられるかもしれないけど、動画投稿者となって。そうでもないよ、ほんとに。うん。なんでこんな話してんだろうな。なんでこんな話をしてんだろうな。心の内に切に願っていたことを話してしまった。突然最後に意味のわからない、何の脈絡もない話をしてしまった。